ということで、続いては2部のレポでございます。もしかしたらね、前後編に分かれてるかもしれないですけども、そしたらここが後編のスタートになってたりするのかな、まあ、ちょっと分かんないけども、まあ、ぜひともね、最後まで見ていただけたらなと思います。ということで、早速ね、話していきたいと思うんですけども、まず、キーちゃんの4枚出しに行きましたね。で、キーちゃんがインスタでね、フリーとハイキューを同時進行で見て感動してるアイドルですっていうのをインスタで言ってたから、俺ね、ハイキュー大好きだから、ハイキューのお話したいなと思って、ちょっとハイキューのネタ知らない人はもう本当つまんないと思うんですけども、で、早速キーちゃんの4枚出し来て、そしたらヤッホーって言って、あ、ヤッホー、あって言ってくれて、まあ、多分その俺の名前のところにハイキューの話したいですって書いてから、それについて反応してくれたのか、ハイキューさ、どこまで見たっていうのを聞いて、そしたらキーちゃんがフォースシーズンのホニャララワーぐらいみたいに言ってて、話数がねちょっと聞き取れなかったんだけど、じゃあ全国大会行ったって俺が聞いて、いやまだ行ってないかって言ったら、キーちゃんが、いやまだ行ってなくて、ちょうど影山が選抜合宿から帰ってきたぐらいっていうのを言ってて、ほんと知らない人ちょっと申し訳ないんだけど、で、あーそこかって言って、で、好きなキャラとかいんのって聞いたら、キーちゃんが急になんかちょっと手出して、ツッキーが好きみたいに言ってて、え、待って、この子ツッキーに恋してないかって言いたくなるぐらい、なんかすごい照れながら言ってたんですよ。で、そしたら俺が、あーツッキーかーって言って、で、その後に俺ね、その高校の頃バレー部やってたから、そのことを言いたいなって思ったね。で、俺ポジションセッターやってたから、好きなポジションとかもちょっと聞きたいなみたいな思って、で、俺がね、あ、俺高校の時って言いかけてる時にキーちゃんがすんごい近寄ってきて、あ、でも先輩のあの人も好きだよ、リベロのって、すごいこう結構食い気味で言ってきたから、あ、一旦やめようと思って、うんうん、何何って聞いて、で、そしたらリベロのって言って、あー西野屋さんって言って、で、そしたら、あ、そうそう西野屋さんって言ってて、あーそっかそっかっていうところでシュンって消えちゃったんですよね。そう、だから俺のねしたい話はちょっとできなかったんだけども、キーちゃんが楽しそうな顔してたから、まあ全然 OK かなという感じですね。はい、楽しかったです、キーちゃんとの会話。いつかさ、俺メンバーの人とさ、漫画とかアニメの話ちょっとしてみたいなって思ってたから、それがね叶ったんで、嬉しかったです。はい、ありがとうございます、楽しかったです。ということで、続いてはミリアちゃんの17枚なんだけども、先に7枚出しして、後に10枚出しという感じでいきました。ということで、続いてミリアちゃん7枚出しね。まずは、俺がヤッホーって言って、そしたらミリアちゃんもヤッホーって言ってくれて、で、そしたらミリアちゃんがなんかすんごい引きで映ってたのよ。もうほんと頭、上半身で膝下ぐらいまで映るぐらい後ろに座ってたから、あ、なんかすごい全身引きで映ってるっていうの言ったら、ミリアちゃんが、あ、今ちょうどね前戻ろうと思ってたから、前戻るねって言って、こう椅子をね頑張ってこう前にやってるんですよ。それがめちゃくちゃ可愛いめっちゃ可愛い。で、俺が、あ、前戻っちゃうのねって言って、そしたらミネちゃんが、うんって言って笑いながらこう前戻ってくれて、で、俺が、オッケーオッケーって言って、で、ミネちゃんが前に来てくれて、で、俺が、あんならさ、めっちゃ最高だったよ、今更だけどって伝えたら、ミネちゃんが、あ、ありがとうって言ってくれて、で、まあいいかも、めっちゃ可愛かったし、ピンクの衣装もね、あんま着ないじゃんって言って、で、そしたら、うん、絶対着ないって言ってて、で、そっからね、もう俺の怒涛の感想です。それもね、めっちゃ可愛かったし、ショパンもさ、やりたいって言ってたやつできたし、で、ひと夏も良かったし、あ、でも風船が2曲目に来たじゃんって言って、あー、うんうんって言ってて、で、それがすごいびっくりしたけど、でも君がおいでくれても染みたし、でも一番やっぱあれだな、スピーチが泣けましたねって言って、で、そこまでもうずっと間髪入れず俺が永遠に喋ってんの。で、そっからミレちゃんがやっとお話できる場になって、本当にありがとう、でもあれ全然まとまんなくてみたいに言ってたんだけど、いや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 、もうめっちゃ良かったよって伝えたら、ああ本当にみたいに言って、そのままシューンって消えていっちゃいましたね。はい、うん、スピーチはね、もうたまらんぜ。スピーチはもう本当に良かったね。乃木坂史に残る名スピーチです。うん、これも断言できる、そんぐらい良かったから。でも逆にまとまってないからこそいいみたいなね、とこもあるからさ。そうそうそう、そういう感じですよ。ということで、まあ続いては、ラスト、ミニアちゃん10枚出しということで、ここではね、まあ今回たくさん枚数あったんで、ひたすら僕の感謝を永遠に伝えたいなと
思って、本当やっぱね動画とかで伝えてはいても、やっぱりこう面と向かって、まあ画面上ではあるけども、ちゃんと本人に向けて卒業までに伝えたい言葉ってやっぱりあるから、まあ最後に言うのもいいんだけど、俺最後は楽しく終わりたいっていうか、やっぱりミリアちゃんとのお話ってすごい楽しいものだから、最後までしんみりするの嫌だなと思って、でまあこの辺、このミユリの半ばあたりにこう自分の思いは全部伝えて、まあ最後の方は楽しく終えられたらなと思ってるので、今回はこの感謝をね、あのただただひたすら伝えたいなと思って、10枚出し行ってきました。はい、ということで早速ね話していきたいんですけども、まずですね、まあ、またヤッホーって言って、そしたら相手もヤッホーって帰ってきて、俺がちょっとかしこまった感じでちょっとね、あの感謝を伝えたいなと思いましてっていうの言って、そしたらミラちゃんも何ってこうちょっとニヤニヤしながら聞いてくれて、俺ね最初からこうミラちゃんを応援していたわけではないけども、でもこのミリアちゃんのおかげでずっと乃木坂を好きでいることができたし、ミリアちゃんが頑張ってるから、その仕事とか YouTube も頑張れてこれてるからってのを言ってたら、やっぱりね、その本人を目の前にしても、込み上げてくるものはあるわけですよ。そうだから、それを我慢しようとこう目を思いっきり見開くわけです。ミリアちゃんもね、その顔を見てニヤニヤし始めるんですよ。すんごいニヤニヤして笑ってくれて、俺の顔こう泣け泣けみたいな感じで見てくるわけよ、ミリアちゃんも。俺にとってはやっぱりすごい嬉しいわけですよ。お互いにしんみりするよりかは、片方がこういじってくれた方が全然俺は助かるタイプだからさ、やっぱりミリアちゃんしか勝たんなってここで改めて思うんだけど、話を続けて、だからね、本当ずっとずっとずっと感謝しかないし、ミリアちゃん推しになれたことが、その乃木坂46を応援していて一番良かったなって思えるところだからっていうの言ったら、もう本当になんかね、もう勝手に込み上げてくるわけですよ。で、そしたらもうミリアちゃんももう本当ニコニコで、もうずっと俺の顔を泣け泣けみたいな感じでずっと見てくるから、まあ、それでちょっと収まったみたいなところはあるんだけど、ちょうどよかったね。ミリアちゃんが煽ってくれるから、逆にこう冷静になれるっていうか、涙が引いてよかったなって思うんだけど、でその後に、まあ本当に8年間頑張ってくれてありがとうっていうことですっていうのを、もう本当もう泣く寸前だね俺。でそのまあ俺は伝えたいと思ったことを伝えて、そしたらミリアちゃんがもう本当にもうずーっとケタ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 笑ってくれて、でそしたらミリアちゃんがありがとうそれだけかみたいにこう煽ってくるわけよ。この子は何なんだと思って俺もさ、やっぱちゃんと言いたいことをさ、こうメモとかして考えて、よし言い切ったと思ったら、おそれだけかみたいに言うから、こいつーと思ってで本当に今までありがとうってのを言って、そこで結局ね、俺も涙をちょっとこぼしてしまって、でミリアちゃんがこうあはは爆笑してくれて、で俺がちょっとこう拭いながらすいませんって言って、でミリアちゃんが本当にありがとうねって言ってくれて、でそっからまだ時間あったから、ちょっと実はね、今日でね、その YouTube チャンネルが消えちゃうんだよねってのを言ったら、なんで消えちゃうのみたいに急にさ、深刻な顔になって、あ、やべえ申し訳ねえと思ってそう、まあちょっといろいろあってね、ちょっと新しくするんだけどみたいに、こうちょっとポップな話題に変えようと思ったんだけど、まあまたよかったらちょっと探して見てみてって言って、でそしたらミリアちゃんが消えちゃうとかあるんだみたいに言ってて、あ、やばいと思って最後の最後に俺何してんだと思ったんだけど、そうちょっといろいろあってね、 YouTube 側からこうバーンってされてっていうのを言って、そっかそっかーって言ってくれて、で俺が最後にね、もうお時間ですって来てたから、まあこれからも頑張れよっていうのを伝えたら、ミリアちゃんもうんって言って、そこでシューンって消えていきましたね。まあこんな感じで、今日のミーグリレポは終了でございます。お疲れ様でした。長かったですね多分。まあそんなね、神レポと言えるようなレポではないんですけども、自分の言いたいことを全部伝えられたっていう感じだったかな。だからまあ次からの見切りはもう純粋に、まあまたねちょっと感謝を伝えたりすることあるかもしんないけども、基本は明るい話題で楽しんでいけたらなと思っております。まあ今日の見切りレポはこんな感じですよ。続いてはですね、7月の4日かな、ミリアちゃんのみになっておりますので、まあ楽しんでいきたいなと思っております。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おいしくなれよー。